時間がやってまいりました。今日はですね、クリスマスも近いということで、久しぶりにケーキっぽいメニュー混ぜてオーブンで焼くだけ簡単ガトーショコラを作りたいと思います。それでは早速ワンキッチンレッツゴー。はい、それではね、材料の紹介していきます。こちら、ミルクチョコレート、何でもいいんでね、 100g 準備してください。そして無塩バターが 70g に、こちらね、砂糖が 20g で、練乳が 10g に、ココアパウダーが適量、こちらが卵2つ。はい、それではね、これで作っていきます。完成しました。こんな感じですね。小麦粉が入ってないのでしっとりとした焼き上がりになってます。それではね、早速いただきます。冷蔵庫でね、冷やしてあるんで結構ぎっちり詰まってるんですけど、だんだん溶けてきてふんわりした食感になると思いますよ。はい、というわけで本日はですね、混ぜて焼くだけ簡単ガトーショコラ、ゴーとショコラのご紹介でした。今回は冷蔵庫で冷やして食べてみました。常温に戻すことでね、また違ったね、ふんわりとした食感が楽しめると思いますので、お好みの方でお召し上がりください。さっきのでちょうど半分の量なんで、奥様にまたね、食べてもらおうと思います。はい、本日の動画は以上となります。この動画面白かった、役に立ちそうだったら、グッドボタン、またチャンネル登録の方もね、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴムビーゴーでした。